なんか面白いことでもないかな。あらら、なんだろう。タラッタタラッタラッタタタタタラッタラッタタタタラッタラッタタタラッタタタタタタタラッタラッタタラッタラッタタ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 タ何かしら。起きらんないよ。一体何事ですか。牧場の全住民に次ぐ、ミツバチ王国の支配者であり、神聖かつ偉大なる女王陛下であらせられるヘルガー三世は、ご旅行の途中、当牧場を公式訪問されることを宣言された。ご到着は明日の昼の予定である。当牧場においては、つつがなく女王陛下をお迎えするよう希望する。以上。それに皆さん、何をポケーっとしてるんです。今のお触れを聞いたでしょ。ヘルガー三世がこの地をご訪問になるんですよ。大至急皆さんで歓迎の準備に取り掛からなければなりませんよ。だけどヘルガー三世って勝手じゃないですか。こっちの都合も聞かないでずずしい。私もそう思うわ。おや、なんて無礼なことを。恐れ多くもヘルガー三世陛下はお城の女王様が尊敬していらっしゃるミツバチ王国の女王であらせられるのですからね。マーヤ、ウィリー、お城まで来なさい。女王様がお呼びですよ。女王様が。ウィリーにマーヤ、ヘルガー三世をこの牧場にお迎えすることは大変に名誉なことなのですよ。ご立派な女王陛下ですね。ヘルガー三世は木鉢の襲撃からミツバチの国を守った勇敢な方であり、知識と教養に優れた気品あふれたお方です。ご訪問に際して粗相のないよう歓迎準備に取り掛かりなさい。そこでマーヤに歓迎委員の役を命じます。私が歓迎委員に。ウィリーもマーヤに協力し歓迎パーティーを成功させるように。わかりましたね。マーヤ、ウィリー頼みましたよ。はい、歓迎パーティーを成功させることを約束いたします。ということで、女王陛下の歓迎パーティーを成功させなくちゃならなくなったの。そう、牧場の名誉のためにもみんなに力を貸してもらいたいの。そりゃ協力すると思うさ。この牧場がどこよりも素晴らしいところだってことを証明しようじゃないか。僕がいる限り歓迎パーティーの成功は間違いなしさ。僕がロンドンにいた頃、女王様のパーティーを何度か見たことがあるからね。僕の知性と教養の役立つ時がやっと来た。くだらない演説はその辺でおやめ。あたしゃ、その女王陛下とやらにぜひ一曲聴かせてあげるからね。ありがとう、さっきの思いやろね。それではお掃除係をウィリーに、パーティーの催し物係をフィリップに、ケーキや飲み物係をマウシーに、歓迎式典と警備係をアリさんたちにお願いします。他の皆さんは係の指示に従ってください。よし、早速メニューを考えなきゃ。クルトさん、手伝ってくれるかな。いいとも。こりゃ忙しくなってきた。歌や踊りのオーディションを受けたい者はわしのところへ来てくださいよ。えい、忙しい。ほあ、フィリップ、あたしも行くから、ちょっと待ってよ。掃除係とはまた厄介な。まあいいでしょ、誰か僕にも手伝ってよ。私はどう、子供たちにも手伝わせるわ。そうか、それはありがたい。それでは直ちに掃除にかかる。皆の者続け。1、2、1、2。いいよ、張り切りね。それでは我々も直ちに式典準備に取り掛かる。気をつけ、全体前へ進め。1、2、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 
陛下がゆっくりお休みになれるよう、ベッドをもっと柔らかく、お花も忘れないように。それからカッサンドラ先生、あら、マーヤ、どうしたの。手落ちのないようにリストを作って一つ一つチェックするんですよ。はい、そうします。お互い名誉ある仕事を最後までやり遂げましょうね、マーヤ。はい、先生。では、牧場に戻ります。さてと、準備の進み具合はどうかしら。ゴミの山どこへ捨てるの。うん、そうだね、いつ、あそこがいい。わつらえもこのゴミ捨てさすね。いや、どうしよって。これで宇宙、宇宙と、あらあらあら、こりゃバカもん、ここわしの家だ。うわ、人の家をゴミために仕上がって、一体何だと思ってやがるんだ。また掃除のし直し。おいり、なんとかしてよ。ほら、いや、そんなこと言ったって、どうしよう。待って、待ってください。マイヤ、ごめんなさい、ここのお掃除を頼んだのは私なんです。許してください。なんだってこんなことするんだ。ミツバチ王国のヘルガー三世がおいでになるので、ここをきれいにしようと思ったんです。わざとゴミ捨てたんじゃないんだよ、そこに穴があったから。穴じゃない、わしの家だ。ほんと、立派なお家ですかと、すぐにゴミを片付けますから。そういうわけなら仕方がない、すぐに片付けるんだぞ、いいな。はい。せっかくいい気持ちで寝ていた。じゃあ、もう一度掃除しましょう。またやるの。さあ、早く、時間がないのよ。マーヤ、ゴミはどこへ捨てるの。そうね、あそこの影がいいわ。うわ、ちょっと、あ、ちょっと、これでいいわ。やれやれ。あら、バラがホコリだらけだわ。ウィリー、磨いておいてくれない。え、あのバラ全部磨くの。女王陛下がバラ好きなんですって、カッサンドラ先生に聞いてきたのよ。わかった、磨きますよ。次はマーシーのところだわ。個人曰く腹が減っては働けない。マーシー、マーシー、マーヤ、ちょうどいいところへ来たよ。今チーズケーキができたところなんだ。わあ、美味しそう。味見してくれよ。明日はもっと大きなのを焼いて女王陛下に差し上げるんだ。美味しいけど甘さが足りないようね。やっぱり蜂蜜がもっといっぱいいるんだな。マーヤ、なんとか都合してくれないか。それじゃあお城の貯蔵庫から好きなだけもらうといいわ。カッサンドラ先生が必要なものは使ってもいいって言ってたから。そりゃありがたい。おーい、クルトさん。英国長、お呼びですか。あ、何やってんだ。よくこねろって言ったじゃないか。だからよく粉をこねているのよ。うわー、これじゃケーキが泥だらけになっちゃうじゃないか。これケーキを作る粉だったの。もういいから、お城へ蜂蜜をもらいに行ってくれないかな。いえ、お城へ行くんですって。面倒だわね。コック長の命令だ、早く行かないと。何、怒らなくたっていいじゃない。芸術家はね、ケーキ一つにもベストを尽くさないとね。さすがマーシーね。次はフィリップだわ。オーディションうまくいってるかしら。どうしようかな、どうせダメに決まってるしな。カルロスオーディションに行かないの。それなんだけど、僕なんかダメに決まってるよ。どうしてなの、カルロス。見ててよ、この足。タッタッタッタラッタッタラッタ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 ッ、あいたたたたたたた。これだもんね、オーディション受けるだけ無駄さ。女王陛下にフラメンコを見せるチャンスなんてめったにないのよ。僕もそう思うけど。勇気を出してオーディション受けるのよ。うん、やってみるよ。よかった、カルロスがやる気になってくれて。ステージの準備
合格。いい、最高。こんにちは、フィリップ。山屋、いいプログラムが組めるぞ。蝶々夫人のバレー見たら最高。次、クラーレスのソプラノ特賞。それからサニーの歓迎の言葉。本日ここに女王陛下をお迎えすることは牧場にとってとっても名誉なことであります。それではスタート。まあ素敵。私の出番はまだ。私はどうしても女王陛下の前で弾きたいんだよ。ひどいの、ひどくないのって、なんとかしてくれないか頼むよ、マーヤ。せっかくみんな乗り気になってるんだから、全部合格にしたら？そうとも、やっぱりマーヤだね。仕方がない、みんな合格！カルロス、あなたも出られるのよ。うん、でも自信ないな。女王陛下の前で足がもつれちゃったら。そんな弱気じゃダメよ。明日まで一生懸命練習するのよ。そうか、よし、頑張るぞ。最後はアリさんたちの閲兵式を見てこなくちゃ。気をつけ、注げ、槍。では、閲兵をどうぞ。まるで女王様になったみたい。隊長、礼法のテスト準備 OK でしょ。よし、テストスタート。それでは歓迎式典の準備は順調に整っているんですね。はい。まあやはりがとう。よくそこまでやりましたね。牧場の皆さんが協力してくれたからです。では明日予定通り取り運ぶように。ヘルガー三世は物事をきちっとするお方ですからね。くれぐれも粗相のないように頼みますよ。はい。いよいよ明日ね。なんだか怖いような楽しみのような。私も疲れちゃった。マーヤ、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 起きて。大変よ。どうしたんですか、カッサンドラ先生。ヘルガー三世のご一行が予定より早くお着きになりそうよ。すぐ歓迎式典の支度をして。ね、いいわね。大変、ウィリー。起きてねえね。何？まったく急に予定変えられちゃかなんないな。ブツブツ言わないで、ウィリー。バラの花はちゃんと磨いてあるんでしょうね。うん、それなら見てみて。ね。うまくできるよ、見て。カルロス、やったじゃないの。やればできるんだね。女王陛下の前でも自信を持って踊るのよ。あ、ホタル君の舞台効果も満点だ。違うのよ、あれは本物の雷よ。マウシーの料理はどうなっているのかしら。蜂蜜もたっぷり入って最高の味だぞ。ああ、とうとう
ケーキをしまおう。え、何もかもダメだわ。このケーキだけは大丈夫だよ。よかった、やみそうよ。ヘルガー三世はすぐそこまでいらしてるのよ。え、私たちの女王様も間もなくここへおいでになりますよ。女王陛下、ヘルガー三世のなーりー。ヘルガー三世、ご訪問を光栄に存じます。マーヤ、早く始めて。ではこれより女王陛下の歓迎式典を始めます。歓迎のファンファーレ。では女王陛下、ご閲兵を。陛下登場。なんなんだお前は。はっ。これおかしい。マーヤ、ステージへご案内して。遊ばしますよ。司会のマーヤをご紹介いたします。落ち着かなくちゃ。ではただいまより女王陛下ヘルガー三世の歓迎のショーを開催いたします。まあ、あらららら、サニー出番だ。歓迎の挨拶だよ。オッケー、頼むよ。本日はここに女王陛下をお迎えすることは、その本日は晴天なり、明日も晴れるでしょう。次は牧場の花、蝶々夫人のバレエをお目にかけます。どうぞ。どうしたんだその格好は。さっきの雨で転んでしまって。しまってって、いいからもう踊ってしまって。音楽。何すんでこのトンマ、謝んなさいよ。このちょっと失礼いたします。マーヤ、お飲み物でもおすすめして。はい、わかりました。どうぞ。はちみつジュースをどうぞ。うん、さて余興はフラメンコダンスでござい。へえ、あたたたたらたたらたたたたたらたらたたたたたらたたらたたたたたたたらたた。あれ、あっ、ひっかめこの下手くそ。あ、起こして、起こしちゃって。あ、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 
イギリス仕込みの腕を披露する一世一代のチーズケーキなんだから。あれよっ、あっ、女王陛下のために乾杯させていただきます。